どうも、いらです。ピンポン。はい、今回はですね、多分サムネはね、私とほなかさんがいるサムネだと思うんですけども、ドッキリをしていきたいと思います。私のチャンネルあんまドッキリしないので、したことあるっけ、そもそもあるか、さすがになるか、多分仕掛け側はやったことないんじゃない、今までないか、全部騙されてる気がする。そうだ、全部騙されてるんですよ私仕掛けるよって言われても結局逆ドッキリとかさせられてて、仕掛け人側があんまりないので、今日はすんごくすんごく楽しみなんですけども、何のドッキリを仕掛けるかと言いますとですね、私この活動をやめたいんですよねっていう相談をしたら、ほのかさんはどういう反応をするのかを検証していきたいと思います。やめたいなんて思ってないですよ。これからも引き続き頑張りたいと思うんですけど、やめたいというドッキリを仕掛けていきたいと思います。もう3年ぶりか、多分3年とかだと思う。3年ぶりのほなかさんのコラボなんですけど、私がこのチャンネルを再開発するとき私がこのチャンネルを再開するときですね、一緒にほなかさんが動画を撮ってくれたりとかしていたので、ちょっと相談ドッキリをしていきます。やだ、ちょっとどうしよう。私普段から語彙力がないからどうしよう、ちゃんと伝えられるかね。頑張ります。鼻声ですけど頑張ります。レッツゴー。メルプ超すごいよなほんまにすごいと思う。いや、てかゆなちゃんが全部引っ張ってる、マジで。え、どっちもどっちも。あ、全然こっちもどっちも。一旦オープニング撮っちゃいました。はいはい、せーの、ドカン、ピンポン、イエーイ久しぶりです。本当にリアル3年ぶりくらいですよね。そう、動画撮るのな、はい、会ってたけどな、ちょいちょいな、事務所でな、会ってたんですけど、はい、動画を撮るのは3年ぶりです。ありがとうございます。昔出てました、あのゆなチャンネルにも。え、本当に多分私のチャンネルで一番コラボしてる方ですもん。そう、一番最初に出たし、うん、多分最初の方にめっちゃ出た古い順で見た時絶対ほのかさんいっぱいいますもんね。そう、全然今と2人ともちょっちゃうよな、ね、ゆなちゃん大人っぽくなって、ほのかはもうめっちゃ太ってんの昔いや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 マジで太ってたということでですね、はい、今回は、はい、ほのかさんとコラボということです。え、てかめっちゃ嬉しいマジで嬉しい、食べちゃった、ごめん、どうぞマジで、え、ずっと言ってますよね私聞いた時からそうめっちゃ嬉しい、今日楽しみすぎて筋トレしてきた、はい、お泊りとかもしてたしな昔本当に懐かしいですよね。ということで、はい、ウーバーイーツで食べ放題企画をしていきたいと思います。イエーイ。ウーバーイーツなかったよ、もう3年前なもういろんなことが変わって本当に嬉しい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 。お腹空いてますか。お腹空いてる、もうちゃんと空腹できた。お、さすがですね。ということで、食べたいものをたくさん食べましょう。食べましょう、イエーイ。どうします。どうしよっかな。これ評価順でな、見るのがな、一部いいねんな。評価順ってやったらな、大体評価の上のやつ美味しいね。マジでは、タピオカばっかり。お、肉、お、グリル、おお、お肉美味しそう。確かに。え、これサーロインステーキとトリュフクリームハム、え、うん、美味しそう。絶対うまいよこれ。トリュフとか食べたことある？トリュフクリームとかわかんないの？食べてみる。私優柔不断すぎていつも決めるの遅いです。なんか食べたいのパッと思いつくやつある？でも今肉が入ったので、うん、確かに確かに。あ、デザート、これ何？もうこんな決めちゃったんやけど。え、すごっ、早っ。ちょっと決めすぎ。いや、素晴らしい判断だと思いますなっいや、デザートどうしましょう。デザート、え、なんでもいいよ。甘いものそんな食べられへんかも、もう年で年でちょっと、もうそんなことない。いや、マジで甘いの苦手になってきたの。そう、いや、多分それはダイエット頑張ってるからじゃないですか。いや、ちゃうねんな。いやいやいや、いいよ、ほんまに11年後また会おう。ほのか、まだその時もう何歳や、37歳とかなって、ゆなちゃんはほのかの年やろ。その時にまた動画撮ろうよ。イエーイイエーイ。甘いも食べられへんくなってたら、オッケー。え、じゃあ程よい甘さのデザートってないんですかね。確かに、これで程よい甘さって調べたり。ちょ、出てこん出てこん、それは私ウーバーイーツ全然しないんですよね。せやんな、ママが作ってくれるんです。確かに嫌よ、高校生でウーバーイーツ詳しかったらでは今頼んだので、はい、届くのを待ちたいと思います。今何分でした、届くまで。20分とかですか。あ、30分、40分、ここで待ってますよ、一旦。うん、結構さ、なんかあれ持ってるのさ、やばい、なんかめっちゃ売ってる、いろんな。いや全然痛くない。たまにない、あずでしょ。え、あります、あります。でも、なんか今マネージャー、私さっきの2人と、あとなんか最近も1人ついてくださってるんですけど、まだ言ってないんですけど、なんかその
今高校入りたてで、うん、まあ、ママにはまだちょっと軽く相談をしてるんですけど、うん、その高校1年生だから一般人に戻るなら今なのかなって思ってて、うん、いやなんかちょっと活動やめたいなって思ってる。なんで？え？ほんま？え、なんでなん？いや全然なんかマネージャーさんみんな優しいし、うん、今そのしゅんくんとかみんなのグループやってたりとかして楽しいんですけど、うん、なんか、うん、前は普通に本当に楽しいなって思ってたんですけど、うん、今あんまりでもバズのこと、え、泣きそう。バズのこともあるんちゃう、うん、え、泣いてたんずっと。かわいそう。マジで？ちょっと待って、ね、何でもバレるの嫌や。ちょっと待って、涙もろいの。バブアンなりすぎて、うん、え、それ誰も相談してないの？いやなんか相談しようと思ってるんですけど、なんかもう鼻赤くなるの、泣いたら。え、やばい今。いや、え、マジで？やばいやん。どうしたらいいのかなと思って、やっぱあの、まず入りたてで、うん、ずっとほのかさん仲良くしてくださってたので、うん、相談するのはほのかさんかなと思って。えぇ、ー、ガチ？いやなんか、え、ちょっといつから回ってたの？えぇ、ー、でも全然です、まだ半年とか。どうしようかな。そんなん、ゆなちゃんそんなん高校生でさ、ほのかにさ相談してきてんのにさそんなん泣かれたら嫌やな、ごめんな。いやいやいや、ただなんかその中2くらい、中2中3くらいからそのポップの撮影とかあって、うん、その学校にもやっぱあんまり行けてなくて通信をしたんですよ、うんうん、高校。せや、何もせやもんな。でなんかそういう学生っぽいこともあんまできてないし、うん、そのほのかさんって仕事してからこういう活動してるじゃないですか。え、なんかいや、やめたらもったいない。しかも絶対引退しますとかって絶対後悔すると思う、うん、てか戻りたくなると思う、そんな気する。絶対大丈夫。あ、でも学校とかか、ちゃんと普通に行きたい。いやでもそうやんな、小6からさ。え、いつから動画出てる YouTube？ 小6です。小6やろ。確かに確かに。でもほのか小6の時とかほのかそんなんもう何もしてないもん。確かに。だってうん、そうやな。だってほのかネット活動始めたっていうか、たまたまバズったからあれやけど、22?3 とかやもん。そのだって10個下くらい、12歳とかやろ。確かに辞めたくなるかもな。え、そう考えて辞めてもいいかも。うん、なんかひなちゃんがしんどいやったら、なんか縛られるのが嫌だって言ったらあれですけど、うん、やりたいことやりたいなっていうのがあって。普通にだってさ、恋愛とかもさ絶対大変や、うん、いやしてないですけどね。絶対大変や。そのゆなちゃんに近づきたい子いっぱいおるけど、しかも有名やから近づいてきてんかなとか思うやんな。もしなんか可愛いとか言われてもさ、うん、やめた方がいいんかな。また戻ってきたら一回やめてっていうのを今迷ってて。じゃあまずやめちゃう。悲しいって。ちょっとゆなちゃん、そう、ゆなちゃん、うん、もうママにどう言おうかなと思って、うんうん、その東京来るってなった時についてきてくれたから、うん、活動やめたら、うん、あ、一人暮らしなんですよ。だから、あー、また泣いちゃう。てか今日誕生日買ってきた。そういえばママで思い出したけど。え、やだ、やめてください。買ってきた。誕生日おめでとう。なんか LINE も遅れて、もう泣いちゃう。あとウーバーイーツ何分で着くの？え、やば、まだいける、まだ喋ってて。あ、マジか。どうしたらいいですかね。え、ほのかがゆなちゃんやったら、え、じゃあ活動続けたい、やめたいとも、やめたい方が強いよね。うん、なんか、うん、まあ、でも迷うよね。ずっと迷ってたね。辛いなって思う時もあるんですよ、やっぱり。うん、だっていっぱいあるよな。だって普通にさ、学校とかだって文化祭とかさ、いいなって思うよな。みんなからしたらそのゆなちゃんのさ、お仕事とかさ、すごいな、キラキラしてるなとか思うけどさ、実際めっちゃ大変なわけやん。意外と。確かに、やめていいかもな。やめていいかも。でも普通の高校生、あ、ありかもね。一回、今タイミング見てやめるとするやん。で、18歳戻ってきたらいいやん。まあ、戻るかどうかはその時に決めたらいいと思う。泣きそうになってる。え、あ、もうか、泣いちゃう。マジで釣られる。ピンキー呼ぶ。3人でご飯行く。それか、あ、ほんか、ゆなちゃんち行くわ。来てください。あ、そう、タンプレもなんかゆなちゃんなんかお菓子とかもらったらさ、モデルやからさ、ちょっとあれかなって思ってさ、お母さんと使いで使ってきた。ありがとうございます。そうな。わぁ、マジで涙もないから気にせんといてな。なんかマジですぐやった。すみません。全然。それ相談されたことがめっちゃ嬉しい。マジで嬉しい。そうですよね。最近さ、ネオちゃんとさ、ご飯行った時もさ、なんかその時に悩んでることと聞かれへんかったからさ、その時今悩んでることを言ってくれたわけよ。え、マジで今日会ってよかった。いや、本当に今日会話できてよかったです。全然ここ行くの、めちゃめちゃっていうドッキリなんですけど。え、絶対嘘。いや、ほんとに。ちょっと待って、私泣きましたよ。え、ずっとそこいました。え、いや、あのカメラ、あの、え、どこ。え、マジでちょっと探してみてもらっていいですか。はい。え、あれ、いや、回ってないやろ。え、ちょっと待って、ドッキリ、え、よかった。でもえ、じゃあやめたくない。やめたくない。よかっ
さ、こっち行くで。ちょっと初めて私今日ごき、ちょっと待って、最悪、ちょっと泣いたとこカットしてもらえます。マジで？すいません。でもゆなちゃんうるうるしてたよ。しました。ほんまに危ないと思ってる。思ってないと思ってない。ちょ待って、やられた。ごめんなさい。全然、でもなんかドッキリかけられて嬉しい。ゆなちゃんにドッキリかけられたら初めてって思うのか。すいません。いいよ全然。嬉しいよゆなちゃん。ゆなちゃんに何されてもなんか顔面蹴られてもいいよ。蹴らないです。顔面蹴られてもいい。マジか。いやいや、すいません、急に。マジか。ちょっと待って、もう最近コナンちゃんにもドッキリかけてないから。そうですよね。もうやばい、泣きすぎ。しかもなんかめちゃめちゃ大事な話してるのにサンプル買ってきた。最後に渡そうと思って。そうそうそう、これどうやって話戻そうと思って。そっか、ずっとそこに聞いてたよ。ちょっと途中から静かになったから、そろそろ聞きに行こうかなと思って。てか設定完璧やな、全然わからなかった。そう、そうなんですよ。心優しいほのかさんに活動やめたいと出したらどういう反応するのか、ドッキリでした。ほのか、なんて言ったっけ、あれ。なんて言いましたっけ、私。いや、いいんじゃないみたいな。ほんで、まだ戻ってきてとか言ってるな。でもほんまにそうなったら、でもゆなちゃんはもう決めれる年やから、やっぱ活動歴も長いし、ちゃんと自分で決めれるから、なんかゆなちゃんがどこに行ってもいい。北海道行ったら会いに行くわ。北海道はもう帰らんか。もうちょっと恥ずかしい。いやいや、ありがとうございます。バリめめしいやん。あー、もう最悪。いや、やっぱ優しい、ほのかさん。いや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 、幸せです。いや、お姉ちゃん、でも本当に何かあった時は相談します、ほのかさんに。いや、ほんまに何かあった時、2人で行ってからの、あのピンキーも行ってからの、ゆなちゃんのお母さんに行ってからの、あの弟、弟はちょっと大丈夫です。ね、ゆなちゃんの家族全員好きやからね。嬉しい。ということで、すいませんでした。え、全然。これでほのかちゃんかわいそうとか言われたら、マジでちょっとそれは違う。ほのかはドッキリかけられて嬉しいの。もうこの今日会えたことでも嬉しいから、それ以上のことはないから。ほのかちゃんかわいそうはやめてください。全然。私の自慢のお姉ちゃんです。はい、ということで今日はドッキリでした。ありがとうございます、ありがとうございました。コラボ届くと思うのでご飯食べましょう。空腹で来てもらっちゃって、すいません。めっちゃ食べよう。食べましょう。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ほのかさんのね、チャンネルの方でもコラボ動画が上がってるので、そう、メイクしてもらうの、はい、もう夢叶うやん。そんな、はい、そうです。ぜひ見てください。はい、お願いします。はい、バイバーイ。